どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは大阪のグルメです。今回は北新地エリアにお邪魔いたしました。こちらの月城さんにお邪魔いたしました。絶品のお肉ランチを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介するこちらのお店がありますのは JR 東西線の北新地駅より徒歩5分のところにお店を構えていて、ご覧の通りの営業時間となっています。今回はランチ時にお邪魔いたしましたので、11時30分から13時30分までランチを営業しております。そして今回紹介するメニューはこちらでございます。黒毛和牛の肩バラのすき焼き定食でございます。一体どんなランチが出てくるんでしょうか。さて、注文しました黒毛和牛の肩バラのすき焼き定食が運ばれてきました。今回はそのすき焼きの中に温泉卵をトッピングさせていただいております。そしてこちらのすき焼き定食と一緒にいただきますのが10種類の野菜のかす汁でございます。そして美味しいふっくらと炊き上げられた白いご飯と一緒に合わせて食べていきましょう。それではまずこちらの牛肉からいただいていきましょう。こちらの牛肉一口いただきますと、お肉がとても柔らかくて美味しいです。歯ごたえがとても良くて、噛むたんびにお肉の旨味が口の中に溢れ出る感じ、とてもいいですね。白いご飯がどんどん進んでいきます。そしてこちらのかす汁もいただいていきます。一口いただきますと濃厚で美味しいです。体の芯から温まる感じがとてもいいですね。そして温泉卵もこのように崩していきましょう。すると中身のとろける感じがいいですよね。これぞまさにすき焼きといった形でございます。こちらの卵の黄身と合わせて美味しいお肉をいただきました。もう言葉が失うほどの美味しさで、ついつい笑みがこぼれてしまいます。そしてお野菜のシャキシャキ感もとても良くて、最高のお肉のランチでございました。今回紹介したこちらのお店、北新地にございます。ぜひお肉が食べたくなりましたらですね、今回紹介した月城さんにぜひとも足を運んでみてください。最後におすすめの食べ方を紹介していきます。白いご飯の中央に穴を開けていただき、残った汁を注いでみてください。卵かけご飯のように美味しくいただけるかと思いますので、ぜひ皆さんこちら試してみてください。本当に美味しいです。最後まで美味しく味わうことができました。ぜひ皆さんも行ってみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!